サソリ座ミュウ星は、サソリ座に位置する重星。6離れたミュウ一世とミュウ二世で構成される。ミュウ一世はそれ自体が、文光連星である。ミュウ一世 AAA は、ザマディムーラー、ミュウ二世は、ピピリマの固有名を持つ。この二つの構成は、連星であるという主張と、単なる見かけの二重星であるという主張の両方が、存在していた。見かけの固有運動は似ており、 連星でないとしてもサソリザ OB2 運動成団には属すと考えられた。しかし、ガイア計画での年収指数の測定値が正しければ、ミュウ1世が従来の測定値よりほぼ倍も遠く、ミュウ2世と490光年近く離れており、連星ではないと考えられる。サソリザ OB2 の距離範囲380から470光年からも、ミュウ1世は大幅に外れ、 星団から除外されている。ミ μ 一世が文光連成であることは、ソロン・アービング・ベーリーが1896年に発見した。これは、史上3番目に発見された文光連成である。ミ μ 一世は文光連成であると同時に、ことざベータ型色変更性、すなわち星が超積力で変形するほど近づいた色連成でもある。二つの B 型星が、 互いに900万キロメートル離れた円軌道を1.446270日周期で好転している。0.5好転周期ごとに主星と万星が交互に色を起こすが、少し斜めから見ているため現行は大きくなく、主星が最大色の主極小で0.30等、万星が最大色の副極小で0.19等、現行する。それらの間が極大だが、 構成が超積力で引き伸ばされているため、真横を向いた時以外は色でなくても見かけの面積が小さくなり、減行し、極大が平常高度として続くことはない。構成の質量は8.5と5.3対応質量、半径は4.1と4.4対応半径で、あるのに対し、軌道長半径は12.9対応半径しかない。これらから求まる番星のロシュローブ半径は、 万星の半径とほぼ同じであり、万星はローブを満たしる一滴型に変形している。つまり、半分理系連星である。ローブを完全に満たしている場合に発生する、ローブから溢れたガスが、主星に落下するときのドップラー効果は観測されて、いないが、技術の向上によりかすかな流れが観測できる、可能性はある。主星と万星を符号で呼ぶことは稀だが、その場合は、分光連星なので、 A とアブを使う。A はミュー1世、B は9離れた9等生、C は1.3離れた9等生、D はミュー2世に当たるが、これらは連星を成しているというわけではない。タヒチの伝承では、意地の悪い親から逃げた双子の男女である。男の子はピッピリ、女の子はレフア、父はタウアチアロロア、母は女の子と同名のレフアである。双子は合わせて、 ピピリマと呼ばれる。マは、立ち、ピピリマは、ピピリたちという意味である。両親から逃げた二人は星になるミュウ星になったと伝わる。前方の明るい星が、ピピリ、後方の暗い星がレフアであり、ミュウ星に当てはめると、ピピリがミュウ一世、レフアがミュウ二世となる。さらに、双子を乗せて飛んだ巨大クワガタがアンタレスである。クック諸島のマヌアエ島やマンガイア島では、 双子ではあるが性別は指定となっている。姉はピリエル・ウアあるいは英訳でインセパラブル、母はタラコレコレである。姉がミュー1世、弟がミュー2世、さらに彼らを追う両親がラムダ星シャウラとウプシロン星レサトである。ピリエル・ウアという名はピピリとレフアをつなげたように見えることが指摘されている。なお、ロバート・バーナム・ジュニア原著の和訳書では、 w w ギルによるとして、ポリネシアの伝承のピリエラウアとしている。ギルの名から別書で彼によるとされているマンガイア島のピリエレウアに対応できる。バーアナムはこの話はヘンゼルとグレーテルの物語に似ていると述べている。マンガイア島では、ミュウセイがピピリであるとする資料もある。ただし、これらの名がミュウセイ以外の星のこともある。アモト諸島では、 すぐ南の見かけの二重星ドルゼータ星、すなわち、ゼータ1世とゼータ2世が、ピピリマとされる。ソシエテ諸島などでは、双子座のカストルが、ピピリ、ポルックスがレフアとされる。また原始ポリネシアでレフアの古い形レフアは、おそらくアンタレスのことで、マオリのトゥーホエ族やトゥアモテ諸島などで、レフアは、アンタレスである。ただし、シリウスなど、別の明るい星とする民族もある。 コイコイ人は、ライオンの両目を意味するザミーディ村と呼ぶ。ただし、物語のようなものは記録されていない。ザミーが、ライオン、村が両目だが、単語では全く別の星を指し、ザミーはベテルギウス、村は、ケンタウルスザアルファー星とベータ星である。なお、コイコイ語では、ザミーディ村は、ハミティムンだと発音する。文字 X は、X を表す。D。 の音は、恋恋語にはなく、文字 D と T は、同じ T の音と、成長の違いを表す。U は、この表記法では明示されていない成長により、ビボインとなる。u 1世 AA は、ザマディムーラミュー、u 2世は、ピピリマという固有名を持つ。2017年9月5日、国際天文学連合の構成の命名に関する、ワーキンググループは、 それらの固有名を正式に承認した。これらはいずれも本来は、ミュウ一世とミュウ二世からなる二重世の名だが、それぞれに割り振られた。ザマディムーラは、アフリカ大陸南部に住むコイコイ人の言葉で、ライオンの目を意味するザミーディムラに由来する。またピピリマは、上記のタヒチの伝承に登場する、双子の男女に由来する。クック諸島のルイワのピリエレウアや、バヤクショにあるピリエラウアが、 名前として挙げられることもある。日本では、入生や入生を、相撲取り星と呼ぶ地方がある。ありがとうございます。